アルベルト・フォン・シュレンイコール・ノッチング・アルベルト・フライヘル・フォン・シュレンイコール・ノッチング男爵は、ドイツの神経界、性心理学者、催眠術研究家、心霊研究家。20世紀初頭における、超心理学研究の開拓者の一人といえる人物。シュレンイコール・ノッチング撮影による、エヴァカリエールのエクトプラズムとされる、写真フランスのナンシー大学を卒業後、 1886年から超心理学、特にテレパシーや霊媒の研究に従事し、ドイツ国内、国外で霊媒を用いた実験を行った。1909年には霊媒とされるフランス人女性のエヴァ・カリエールを調査対象とし、エヴァの起こした物質化現象を本物と認めた。1914年に著作物質化現象。 霊媒テレパシー研究のための寄与を発表するが、当時はそのような研究が異端視されていたため、この著作はドイツの医学界に衝撃を与え、学会から総攻撃を浴びた。しかし妻の実家が裕福だったため、学会の反発にあっても一向に生活に、不自由することはなく、むしろ超心理学研究に没頭し続けた。ミュンヘンの彼の邸宅では、 定期的に高齢会が開催され、後にはミュンヘン大学心理学研究所の一室で公開実験が行われた。この実験に立ち会った人物にはジャーナリストたちに加え、ハンスドリーシュやカール・フォン・クリンコフ・シュトレームといったドイツの著名な学者たちもいた。1922年12月20日から1923年1月24日にかけて3回行われた実験は、 ドイツの小説家であるトーマスマンが参加したことでも知られる。当時のマンは著作、ブッテンブローク家の人々で大きな名声を得ていた上、頂上現象を否定する立場におり、名作家としての力量で、シュレイイコールノッチングのペテンを暴くことを多くの人々から期待された。しかしマンは実験後、自分が心霊主義者でないとの立場を貫きながらも、この実験に対しては、 後の書簡で、霊媒の中に別人格が現れたこと、霊のようなもので物体が動いたことなどの現象を述べ、それらを事実として受け止め、トリックやペテンがなかったことを公言して、大きな反響を呼んだ。後のマンのノ,ノーベル文学賞受賞第一作、マリオ・ウント・デア・ツーベラーは、この実験がモデルとなった。性心理学者としては、ドイツの医学者である、リヒルト・フォンクラフト・エビングが、サディズム、 マゾヒズムという用語を考案するのに先立ち、同様に性的感情を伴う過逆、非逆の関係をアルゴグラニアという病名で総括した業績でも知られている。ありがとうございます。